どうも、正気です。お願いします。本日6月2日12時に、米津玄師さんのライブツアー返信の第一次抽選結果発表がありました。私申し込んでいたのですが、そちらの結果発表をね、していきたいと思います。はい、早速ですが私、米津玄師さんのライブツアー返信、当選いたしました。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。はい。ちなみにね、シリアルコード8枚使ってね、応募いたしました。8枚のね、内訳は、東京初日が3枚、2日目が1枚、埼玉初日が1枚、埼玉2日目が3枚。こういった内訳でね、応募いたしました。東京はね、3人で申し込みまして、埼玉はね、1人で申し込みました。なんでね、まあ、東京の方が当たるかなと思っていたんですが、結果を見ると、1人で申し込んだ埼玉のね、公演が当たっていました。はい。まあ、しかもね、3枚で申し込んだ方じゃなくて、1枚でね、申し込んだ、日程が当たっていました。なんでね、まあ、複数ね、応募した方が、まあ、確率が上がるわけでもないのかなという感じではございましたね。まあ、真相はちょっとわからないですけど。今回ね、ちょっとダメだったという方はね、まだ二次抽選がね、ありますんでね、そちらでね、頑張って応募していただければと思います。ちなみに日程はこんな感じです。はい。まあ、こんな感じでね、あるんで、忘れないように応募してください。まあ、ちなみに応募方法はね、ストレイシープのアルバムについてた、シリアルコードを使って応募することになっております。はい。まあ、どこにあるか忘れちゃったよという方はね、しっかり探して申し込んでください。はい。短いですが、結果発表の動画でございました。10月26日にね、埼玉公演、参加するよって方はね、ぜひね、よろしくお願いいたします。はい。それでは、またねー。